こんにちは。今回はナイルワニです。ナイルワニというワニご紹介いたします。で、ナイルワニは このようになっていますね。で、これがナイルワニです。で、ナイルワニは主にどういう人かというと、ワニ分類はワニ目って言われまして、特徴は力強い大型のワニで王者の貫禄があります。開発のため急激に数が減っていると。年の開発とかそういうところで急にね、ナイルワニというのはいなくなっているということですね。で、全長が5から5.5メートルで、食べ物は魚からシマウマ、霊養類など大型哺乳類まである。で、分布は砂漠以外のアフリカのほぼ全域とマダガスカルというところにいると。マダガスカルというね、あの地球儀持ったあの怖い兄ちゃんがいますけど、あの兄ちゃんではないかと思いますね。で、それの、あれですけども、まあ、あのね、ナイルワニという、ワニがいるということですね。あのマダガスカルのところにいるんでしょうね、この人は。で、ワニでして、こういうふうに、ぐわーって口が開くわけですね。ほら、こうやってすごい口が開いて、ぐわーってこう閉じる。いう風になってて、なかなかね、迫力のあるものになってますね。こうやって背中の鱗とか、やっぱりこれを見ただけでも迫力満点だな、という感じでして、なかなかそういうようなところもいいな、という感じで、この鱗のブツブツとかね、こういうところですね。こうやってワニがこうやって、こんなものに加えたらたまったもんじゃないんですけど、まあね、そういった人がいるということですね。まあ、なかなかこれもこれでね、結構いいのではないかなと思います。というわけでね、どうもありがとうございました。